どうもしゅんです、こんにちは。はい、ということでですね、今回はちょっと緊迫した空気が流れてるんですけども、新しい企画としてビジネスのスペシャリストの方をお呼びして、実際の就活生のお悩みに答えていただこうという企画になっております。本日はビジネスの最先端でご活躍されているお三方をお呼びさせていただきました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。タクラスの池上と申します。私は新卒で外資コンサルに入って、その後サラリーマン社長を5年ほどやって、今独立して自分の会社で出版とか放送とか、そういったメディアエンタメ業界でデジタル戦略のコンサルをしています。よろしくお願いします。ゲート社の箕輪といいます。本の編集をしてて、メモの能力とか動力っていうのを手掛けました。あとオンラインサロンをやっていて、動画とかイベントとか書籍、雑誌、いろんなコンテンツをプロデュースするっていうのをやってます。よろしくお願いします。人材研究所の曽和と申します。よろしくお願いします。40歳ぐらいまではリクルートとかライフネット生命という生命保険会社とか、オープンハウスというその不動産の会社とかの人事採用責任者とかをやらせていただきまして、今はありとあらゆる会社の人事採用のお手伝いをしているものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。ゆりさんの方から自己紹介と自己 PR の方をお願いしてもよろしいでしょうか。私は現在日本女子大学に通っています。人間社会学部社会福祉学科から参りました廣中ゆりと申します。私が大学在学中に経験したこととしましては、子どもの貧困をテーマにした映画を広める活動を取り仕切りました。昨年中国の復旦大学へ留学し、帰国後は知人の下で営業を経験させていただいております。本日は私の経験を通して人となりを知っていただきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。自己 PR の方をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、私は先ほど申し上げたように子どもの貧困をテーマにした映画を広める活動を行いました。最初目標としては3ヶ月後の200名の動員が目標であったんですけれども、1ヶ月が経過しても50名には至らなく、その原因をメンバーと協議したところ、最大の課題というのはターゲットの選定と集客方法にあると考えました。今まではメンバーが自身の SNS でしか告知を行っていなかったため、子どもの貧困の興味のある方々にリーチできなかったのが課題としてありました。ですので私はそこで1日に10名以上の子どもの貧困に興味のありそうな主婦の方々に声掛けをするという目標を設定しました。そこで当日まで路上呼びかけも行ったことで、目標を超える250名の方々にお越しいただいて、売上も目標の 1.3 倍以上を出すことができました。以上です。まず数字で言ったのはいいなと思いましたね。成果なんか素晴らしい。僕個人的にはあんまりカタカナみたいなターゲットの選定がとか、はい、リーチしたとかちょっと背伸びしちゃってる感じのは控えた方がいいかなって思いました。こうやって話しても正直分かんなくて、本当にバカとか本当に空気読めないとか嘘ついてるっていうのは分かると思うんですけど、そうじゃない人は分かんねえなって今思いました。だからそのラインは超えてるんで、あとは実際動いてもらわないと分かんねえなっていうのが正直な感想。めちゃくちゃ変な人ではなさそうですよね。これ本当にヤバい人だっていうのでは絶対ない。それだけは分かってる。ありがとうございます。二人おっしゃったようにやってきたこと自体はすごそうな感じがしましたし、期待感があるっていう意味においては最初の自己アピールとしてはいいんじゃないかなと思うんですけど、別に今言ってなくてもいいんですけど、そもそもなんでそんなことしようとしてるたのかなとか、北谷大学とかさらっと出てますけど結構すごいじゃないですか。そこの方が、ね、面白いそうだなと思ったりとか、自分ですごいと思っていることと向こうが聞きたいと思っていることのバランスとかあるかなっていうのは思いましたね。はい、はい、それはまぶしてて興味持たせてあえて言わないってテクニックなんですか。おっしゃる通りで、はい、悔しいな。興味持っちゃいました、はい、留学をしていたっていうのは学知科として話される方多いと思っていて、留学をしたっていうのは私の自己紹介であったりとか履歴書を見れば分かるんですね。で興味を持っていただいたら聞いていただいて、それに対して答えていければいいのかなって思ってます。一つ言うとすると、何々を何倍にした話ってめっちゃ多いんですよね。それがすごかったってアピールしようと思われてるとすると、あんまり興味ないところというか、そのこと自体よりは苦労したところの話とか壁がどんなのがあったのかとかの方がいいのかもしれませんね。仕事してると大体最初より最後の何倍かになるから、そんなインパクトがないかもしれない、うん、それよりそこの何倍にしたみたいな過程で得たものを中心に組み立てて、あ、その努力をできる子だったらうちの会社だったらこういう努力もくじけないでやりそうだなってこっちに思わせる方がいいかもしれない。ありがとうございます。まあ、アイスブレイクというか序章なんですけど、まだこれアイスブレイクだ。今
今回はゆりさんの方から皆さんに3つほど相談がありまして、まず1つをお願いします。はい、今のところ考えている業界はメーカーだったりとか専門商社あたりです。海外歴が合計6年くらいあるので、言語を活かしたいとか行動力を強みとしているので、家庭でも裁量権になるところが希望としてあって、入って何年目っていうところから海外に飛び回りたい、もしはどこに行っても活躍できるだろうっていう自信はあります。はい、なのでそういった企業を考えているんですけれど、どういった基準で企業を選ぶのか明確ではないっていうのが悩みです。今ぐらいオープンマインドでやってた方がチャンス掴みやすいんじゃないかなって気もするんですよね、絞ってっていうふうに。で、逆に言うと目指さないとつけない仕事ってあるじゃないですか。それはね、確かにやらなきゃいけないかもしれないんですけど、でもメーカーとか商社とか目指さないとつけない仕事じゃないんですよね。なんで不安なんですかね。普通の人よりも全然方向性決まってるじゃないって思ったんですけどね。根本的に自己肯定感が低いっていうのがあって、例えばこの会社に就職したり、インターンを起こしたりってなっても、学歴で門前払い食らって書類審査からいけなかったりするんですね。なんで自分はこんな経験をしていて自分の考え持ってる方だなと思ってるんですけれど、その先に行けないんだろうと思っていて、そこから自信につなげるにはまずどうしたらいいのか。自己肯定感が低いってことの方が本質的な悩みなんでしょうね、うん。はい、これ2つあって、肯定感が低い人って、面接官とか採用担当者からするとちょっと引くところもあって、肯定感が低いとどんだけ努力あってもチャレンジを見とどまったりとか、うん、どうせ私なんてみたいなことずっと思ったりとか、低いものは低いんでしゃあないっていうのもあるんですけどね。はい、もう一個、自己効力感というのがあって、自己肯定感では自分のこのままでいいんだってことなんですけど、自己効力感というのは何かやろうとした時できそうな気がするみたいな根拠のない自信、成功体験をするとかよくあることなんですけど、自分と似たような人が見ていればできるような気がするっていうのもあるし、言語的説得とかっていって、誰かに君ならできるって言ってもらうことでもできるし、上がる音楽みたいな聞くだけでも上がったりとか、結構コントロールできるんですよね。自己肯定感低いのはある程度はしゃあないとしても、自己効力感の方を上げていくことをやった方がいいと思うんですけどね。むしろこんだけすごいことやってるのにあんまり自己肯定感低いって言われちゃうと大丈夫かなって。大学の時マジ何もやってなかったですよ。でも自己肯定感めちゃめちゃ強かった。酒しか飲んでなかったけど何でもできると思って。今編集してる本でケンスさんって知ってます？あのルカ・ケンスケさんの中で自己肯定感の話出て、自己肯定感より人類肯定感みたいな章があるんですけど、人間ってそんな大差ないっていうか、仕事しててちょっとの差がものすごい年収の差とかになるのはあるけれども、能力自体2倍以上変わるって営業とかでもほぼほぼないんだよね。だから人間ができるなら大体できるだろうぐらいざっくりでいいみたいな書いてあって、自己肯定感低いのっていうのを自分で言ってもしょうがないんですか。今までは例えばその採用人数とかが10人とかだと、あ、自分も絶対無理だと思ったんで、そこもバンバン応募します。そりゃそうでしょ。俺面接で落ちるたびマジこの会社才能ねえわって思ってなんで自分を取らないんだ。そう、気づかなかったのって思ってます。わかりました。そう思っていくようにします。インターンとかで2年ぐらい会社の現場で働いてみた方がいいかなとは思います、ね。うん、もうやってるかもしれないです。海外日系の企業で旅行会社で4ヶ月と、うん、あと外資のコンサルタント会社で日本で1ヶ月のインターンをやりますか。そういうのどんどんやったらいいかなと思ってて、僕はあんまり企業に入りたい、業界に入りたいっていう人の考え方がよく分かんなくて、走るのが早かったから陸上選手になるやつもいれば、動体視力がいいからボクサーになったり卓球選手になったりとか、そんなのをインターンしていく中で見つけたらいいんじゃないのかなって思います。例えば4ヶ月の長期インターン、海外でもやっていた時に駐在している方々がその企業に働いていたんですけれども、言語もできなかったりとか、その仕事って別においおいキャリア勤めていけば誰でもできるだろうなと思っちゃって、私が私のスキルをそこで使うほどでもないなと思って。なんかスキルがあるんですか。中国語がうまいみたいな。そうですね、中国語はもうネイティブ。あ、すごい。それ今の時代めちゃめちゃいいじゃない、うん。なんで中国駐在行きたいのかって言ったら、フードが好きだからとしか言えなくて、その日系の企業で駐在行くのってある程度その会社でキャリアを積んでいたから優秀だからいけるっていうのが多くて。そうか、中国語ができるだけじゃダメでプラス何かいるんだね。まずは中国を武器にしていろんなチャンスもらって、メーカーの中でもいろいろあると思うんですけど、量子コンピューターにめちゃ詳しくなるでもいいと思うんで、中国ができて量子コンピューターにめっちゃ詳しい人っていうのは、まあ、そんなにいっぱいいないと思うから。わかりました。またいろいろインターンとかも経験して試行錯誤していこうと思います。
10年前ぐらいなんであれですけど、インターンとか OB 訪問とか絶対やりたくなくて、大人と絡むのが絶対嫌で、情報なんもなかったんですよ。ただ僕が明確にやったのは、自分がどんなやつで何がやりたくて、なぜこの会社なのかって、この3つだけを紙にしっかり書いて、それを5時間ぐらいでも飲み会で喋り続けられるし、3分でも言えるぐらい自分の頭の中で細かいとこまでそれを喋れるぐらい、自分がどんなやつでっていうのは、バイトとかもほぼ何も続かなかったし、本当知見のバイトぐらいになるよ続いたのだから、何も仕事ができないんだけど、サークルとか大学の授業とかいただいた方が面白いみたいな、そういうキャラで、自分がどんなやつで何がやりたいっていうと、なくても世の中もあるけどあった方が楽しいみたいなことをやるのは一生懸命なれるなと思って、その時ね、まだウェブメディアとか稼げるような状態じゃなかったんで、テレビ局と出版社に行こうっていうのを決めた。じゃあ出版社の下の編集プロダクションとか、テレビ局の下の制作会社とか行けばいいのかって思った時に、それ調べていくと、制作会社は月給16万とかで弁当買ってこいっていうのが3年続くとか言われて、俺絶対無理だと思って、自分の性格とその3つのことを考えて選んでった。だから中国語とかスキルはすごい武器になると思うけど、その本質かっていうと、その上についてる武器だから、その本質をもうちょっと深掘る方がいい。中国の風土が好きってそもそもどういうことだろうみたいな、日本とかじゃない新しい場所に行ってワクワクするタイプなのかもしれないとか、私も結構アルバイトをたくさん経験してきていて、思ったのは、労働系というか誰かに指示されて動くのって本当向いてないなと思ってしまってすごいね、はい、俺と同じじゃんでお母さんが経営者で中国の方で自分の会社を持っていて、そういう環境を見てきたので、たくさんのことを吸収していきながら新しいことにも挑戦したいっていうのもあって、そういうことも踏まえて、その今後やりたいことは実際何なのかっていうのをしっかり突き詰めて、本質っていう面で練っていこうかなって。仕事なんてそうは言っても労働系だと思うんですよ。それやってって言われることをやるって。ただそういうふうに自分で言語化してると、いずれ自分で01をやるための訓練として今これやってんだって思えて頑張れると。一番最初配属されたのは広告部っていう編集と関係ない仕事だったんですけど、こういう経験も研修行った時役立つだろうなみたいに思えて、それが言語化してなかったら多分単純にやりたい仕事じゃねえよって思って途中で辞めたりくじけたりしたかもしれないけど、自分をちゃんと見とくっていうのは大事かもしれません。井上さん、なんでそんな学生時代からここに行ったの？なんででしょうね。クオリティとかレベルじゃないって思ってる部分がどっかにあって、その時からでも自分が人よりなんかたけてた部分あるなっていうのは自覚してた。たけてる部分ないっすよ。ただ誰よりもやるっていう誰よりもいろんなこと手出すみたいな。うまくいかないことは誰も覚えてないんで、打席に立つ数じゃないかな、打率より。もうちょっと偉そうになればいいとかなんで私は取らないんだ。そうそう、私にどういう会社がエントリーしてくるのかみたいな、スカウトメディアとかね、あるじゃないですか。最近自分のデータを載せといたらいっぱい来るっていう、それだけでも多少自己肯定感があるかもしれない、ね、こんなとこからもファーレター来るじゃんみたいな。ひがめさんも自己肯定感はかなり高いと思うんですけど。え、そんなことないでよ。そう、決めつけ多くとかありますか。何と戦ってるの？認められたい人とか、認められたいんですかね、こんな経験してるんだから、オファー来てもいいじゃんみたいなことは思ってます。ものすごい自信の裏返しなのかもしれない、ね、いつも接してる友人っていうのが、似たような経験を持ってる人とか悩み持ってる人ってやっぱほぼいないんで、自分の悩みを相談する人っていうのがいないんですよね、周りには。自分よりレベルの高い人はいますけど、東大だから向こうがまず応募できるみたいなのあって、私はもう門前払い食らうので、必要なら全部するっていう、悩むこと自体が意味がないっていうか、そうですね、無駄です、単なる課題なんで、それだったら現時点でしょうがないから、学歴関係ないとこ入って成り上がろうって思うか、まあ、そういう世の中なんだから学歴取ろうって思うか、トリッキーに SNS で騒いで問題提起してキャラを確立しようかって、ただ選択肢を考えるだけなんで、敵を目の前にして悩むって意味なくて、単純に攻略法を考える。頑張ります私の志望している業界に就職している OG の方々も少ないのが悩みがありまして、東大の大学院に行く以上OG がいないってことなんで、どうでも会えないっていうのがすごい不思議で仕方がなくて。